お分かりでしょうか。完全に私の不注意、蹴ってきたのを避けて蹴り返して蹴り返してちょっと満足しちゃったっぽくて、その後の技をやられました。で、相手はやばいと思ったから、勢いよくね、来たんだけど、それに全然対応しきれてなくて、で、これで冗談突き入れられてしまいました。あと20秒で冗談突き入れられたので、この時の心境、ラスト20秒で 1-0 の選手。さて、皆さんならどうしますか？私は、この時、うわ、20秒で 1-0 でってなったら、1点取ってもダメなんですよ。突きで取っても、突き2本入れないとダメだし、あとは蹴りで取るか。なんですけど、私はこの選手には、中段蹴りを入れたいんですよ。で、なぜかっていうと、後ろでこうやって、待ってる選手だから、そんなに前に来ないので、私の得意な中段蹴りは、絶対効果的なんですよ。だから、中段蹴りで取りたいなってずっと思ってて、で、前、中段蹴り行った時に、中段蹴りってそれでこかされたんですよ。っていう、何トラウマトラウマがあって、なちょっと怖かったんですけど、だから、なんか蹴った後に中段蹴りしたりとか、なんかむやみに行かなかったんですよね。だけどもうこれやばいな、これ中段蹴り行くしかないなっていう心境です。お分かりでしょうか。中段蹴りが思惑通りですね。相手はもう取ってるから、どうにかしてこの1点を守りたいです。なので結構下がり気味になってますね。で、その下がり気味になっている、もうめっちゃコーナーだから逃げられないんですよ。で、このコーナーを使って中段蹴りを入れました。で、もう相手がこう後ろにね、こうなってる時って結構中段蹴りはラッキーで、もうこの選手逃げられないような状況になってしまっているので、ここまで詰めたら、だからまあダッキングするかとか。でも蹴りが来るってなったらダッキングもできないし。ってところで中段蹴りを出しました。やっと。やっと出せました。はい。ここで中段蹴りが決まって。で、これなんで蹴りが入ったかっていうと、まあ相手が端っこでちょっと焦ってたっていうのもあるし、あとは上に結構ね、意識を行かせてたんですね。で、蹴る前もちょっと左の手。グッて。こっち。動かして上見せて、で中段蹴りしたので、相手の抑えが遅れたのかなって思います。で、この時私結構ね、中段蹴りバレてきて、できることが中段蹴りが得意ってことがバレてきて、中段蹴りした後に狙われたりとか結構多かったので、何かをしてから中段蹴りとかそういうのを結構考えてたから、この上を見せて軽く、本当にちょっとのあれだけど、でもこう対面でやってると本当にちょっとの動きで反応するんですよ、空手の人たちって。このちょっとの動きで、あ、こっちだって思うんですよ。だから、なんだろう、空手やってない人にからしたらそんなに効かないかもしれないけど、逆に空手やってる人にちょっとの動きを見せると反応してくれるから、そこがね、もっともっともっと使いこなせれば、いろんな技決まりやすくなるのかなって思います、私の考え。で、これはもうね、結構気持ちに余裕が持ててますね。いや、この最後の空手経験者わかると思うんですけど、この最後のね、15秒10秒とかで自分が1ポイントだけ有利で勝ってる時とか、めっちゃもうドキドキですよね。多分めちゃめちゃドキドキだと思います。もうだって1秒で技取られちゃったりもするし、だからそのドキドキ感、これもね、試合やらないと味わえないからね、今試合ないからちょっと辛いですけど、このドキドキ感も味わえないから、なんかこのね、ドキドキ感はすごい、なんか見ててなんか懐かしいなって思いますね。私が2点、相手が1点で残り13秒です。もう1点取られちゃうと負けなので、同点になっても相手に選手があるので負けなので、ここの心境はやばいです。もう絶好調にドキドキです。下がるのもまあ良くないし、まあ私の戦い方としてはあんまり好きじゃないし、下がって勝つとかも良くないし、かといってむやみに攻撃したら後ろで取れるから上手だから、それも良くないしっていう状況の中、
どうするかなって今考えてるところですね。戻りながら、どういう風に戦おうかなって考えてるところです。では、ラスト13秒の動きを見てみましょう。もう相手ももう絶対取りに来る気持ちで来てるから、でも結構もう相手はグッグッグってなって焦っちゃってるから、もううわーってなって上に来るので、返しとかはすごく取りやすくなってます、この状況だと。相手が焦ってバーって来た瞬間って返しすごい取りやすいので、前にも何回か返し上手にできたやつ載せてると思うんですけど、こういう時はすごい有利です。でも、もう一瞬でも気抜いた瞬間に取られるので、ここ本当にもう超集中してます。まあ、ずっと集中してるけど。はい、では今日はエジプトのラドア選手との試合でした。まとめ感想を言うと、ラドア選手には一回負けていたので、でしかも倒されて負けていたので、結構屈辱的な負け方をしたので、私的には本当になんか絶対負けたくないなと思ってて絶対倒されたくないし、絶対負けたくないなと思ってた試合だったので、自分の得意な中段蹴りが決まってめちゃめちゃ嬉しかった試合だなって覚えてますね。でこの試合の良かったところは、本当に中段蹴りで倒されたトラウマを覆して中段蹴りで決められたっていうのと、あと最後の13秒間しっかり自分の点数を守りながら、技を出しながらっていう戦い方ができたので、良かった試合だなって思います。ということで今日の動画は以上になります。また動画解説もしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。ではまたねー。